2023年最新版、日本人と結婚した韓国芸能人5選。皆さんこんにちは。今回は日本人と結婚した韓国芸能人の方5組をご紹介したいと思います。ぜひ最後までご視聴くださいね。それでは早速見ていきましょう。エンタメポンポコリン804。1組目、イジフン。2021年に一般人女性と結婚。1996年に歌手デビューし、ドラマでも俳優として活躍している彼。2021年11月に14歳年下の日本人一般女性あやねさんと結婚しています。あやねさんはなんとイジフンさんのファンだったそう。韓国が好きで留学もし、韓国語の通訳の仕事に就いたそうです。出会いのきっかけはジフンさんの出演していたミュージカルでした。2人の共通の知り合いがあやねさんを打ち上げに招待し、交際に発展。ファンと俳優との結婚、夢みたいな素敵なお話ですよね。2組目、シムヒョンタク。2023年に一般人女性と結婚。シムヒョンタクさんは僕を溶かしてくれなど数多くのドラマで活躍する俳優です。面白いキャラクターが人気で、主に韓国バラエティ番組で活躍しています。ドラえもん好きでも有名ですよね。嬉しい限りです。2023年4月に18歳年下の日本人一般女性平井沙耶さんと結婚することを発表しました。お相手との出会いのきっかけはヒョンタクさんがロケで秋葉原を訪れたことだったそう。おもちゃ屋さんで働いていた沙耶さんに一目惚れし、メールで猛アタックしたんだとか。とっても可愛らしい方で納得ですよね。交際期間は4年で、ヒョンタクさんが日韓を行き来して愛を育んだそうです。お二人は今年の7月に日本と韓国の両方で結婚式を挙げています。3組目は K。 2014年に関根麻里さんと結婚。歌手の K さんは日本のドラマの主題歌にも起用されたシンガーソングライターです。2014年にタレントの関根麻里さんと結婚して、日本でもニュースになりましたね。2人の出会いは、麻里さんがパーソナリティを務めていたラジオ番組ベイライン55に K さんがゲスト出演したことがきっかけだったそうです。その後 K のコンサートに麻里さんが通うようになり、 K さんから麻里さんに交際を申し込んだとか。しかし麻里さんはそれまで男性と付き合ったことがなかったため、 K さんが真剣に交際について話し、麻里さんも納得してくれたのだとか。麻里さんの父親である関根勤さんにとって大切な一人娘なので、とっても大事に大事に育てられたことがわかりますよね。またお二人にはお子さんが2人いらっしゃいますが、 K さんは育児や家事に協力的で、子守歌も歌ってくれるとのこと。素敵なご夫婦ですよね。これなら関根勤さんも安心。4組目、イサンファ。2019年にカンナムと結婚。元スピードスケート選手のイサンファさんといえば、2018年の平昌オリンピックでのシーンが思い浮かぶ方も多いのではないでしょうか。スピードスケートの女子 500m で金メダルを手にした日本の小平奈緒選手と、オリンピック3連覇を期待されながらも敗れた韓国のイサンファ元選手。お二人は世界最速の座を争った直後に寄り添っていましたよね。今でもとっても仲がいいそうです。そしてサンファさんは2019年に歌手のカンナムさんと結婚しました。カンナムさんの本名は滑川康雄さんで、日本人の父と韓国人の母親を持つ日韓ハーフです。日本では有名ではありませんが、天然キャラで韓国バラエティ番組によく出演しています。2人の出会いはバラエティ番組だったそうで、交際期間1年での結婚となりました。そして最後5組目はチョン・ジュナ。2012年に一般人女性と結婚。韓国でコメディアンや俳優として活躍するチョン・ジュナさん。2012年に日本人の一般女性と結婚しています。お相手はキャビンアテンダントの日本人女性。飛行機に乗ったチョン・ジュナさんは彼女に一目惚れをし、交際に発展したということです。結婚までの交際期間は4年間で、日韓を行き来して愛を育んでゴールインしたそうです。ちなみにチョン・ジュナさんは先に紹介しましたイ・ジフンさんご夫婦の恋のキューピッドのような役割も果たしたそうです。さて5名の方をご紹介させていただきました。皆さんのエピソードを見ていると本当にほっこりしますよね。
距離がある方に関しては交際期間も長くなってしまいますが、それでも国を越えても愛は深まるんですね。とっても素敵なことに気づかされました。いつまでもお幸せに。ご視聴いただきましてありがとうございます。ぜひ高評価、チャンネル登録もお願いします。